MG 小太郎と A で正の笑う門庭グリーンズ、今日もよろしくお願いします。今日もスペシャルですね。はい、ありがとうございます。杉浦誠司さん、スペシャル続きます。はい、文字職人なり日本一の講演会の杉浦誠司さんに、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。杉浦さんの、はい、ね、杉浦さんの塾を、そうなんですよ、講座で始める、ね、はい、長期の、ね、どんなことを伝えていく塾なんですか。うん、ですね、うん、まあ、簡単に言うと、うん、こう自分の可能性をこう最大限に生かすというかですね、うん、あの思い込みの蓋を開けるというような、うん、まあ、塾にはなるんですけども、うん、はい、頭をお風呂の中で1分でする方法じゃない、うん、まあまあまあ、違うんですよ。あるんですか。それもですね、伝授できます。それは、うん、あの、好みの方は、知りたい方は。杉浦さんって、はいはい、頭反ってるんだけど、はいはい、お風呂の中で見たことあるんだけど、はいはい、鏡何も見ずに、何秒ぐらいで。いや、もう本当に、もうぴったり1分ぐらいです。マジっすか。1分でね、髪の毛何の鏡も見ずに、ササササって、もう普通の人だったら血だらけになるよ、ね。流血になるくらい、滑らかに。すごいスピードなんですよ。なるほど。でもその話は別に今日はいいとして。あれを6ヶ月でいい。なるほど。これはですね。6ヶ月でできるのかな、2時間で大丈夫。じゃあ、スピンオフ的な感じで、あの、興味のある方は、はい、あの、個別に連絡しましょう。うね、今日の話はそこじゃないです。もっと大切な話がありますので。塾です。塾です。調子。どうしてどういうことを伝えたいの、いや、うん、僕自身が、うん、やっぱり幼少期すごく息苦しかったわけですよ。うん、で、あとはいろんなお仕事を転々として、うん、仕事に夢があると思って、うん、まあ、もうずっと外ばっかりに矢印を向けて、こう生きてきたわけですよ。はい、でうまくいかないのはこれのせいだなとか、これがないから苦しいんだなとか、外ばっかりを見てきたんですよね。でもこうそうじゃないなって思った時にこういろいろが回り始めたんですよ。ですごくハッピーにもなるし、はいはい、毎日充実してくるし、逆に向こうの外の方からこうしないかとか、この話もそうですよ、これに出てみないかっていうのも、はいはい、なんかこうね、面白いことが次々にやってきてくれるようになったんですよね。で、そういうなんかこう、巻き起こす法則みたいなのを、自分がいっぱい体験してきてるので、はい、そういうのをやっぱ伝えてきたなと思ったんですよ。なるほど。今日一個教えてもらえないですか、その、人生が面白くなっていく。うん、なるほど。そうですね。杉浦塾で、なるほど、はい、教えてくれるようなことを。うん、ええー。はい、1個教えてもらいます。そうですね、1個、はい、まあ、代表的な話でいくとですね、はい、ドムラの話ですね。はい、え、何の話ドムラというですね。ドムラ、はい。着ぐるみに私、来てたんですね。はいはいはい、で、これは中日ドラゴンズさんには、ドアラというですね、はい、青いコアラのキャラクターが見える、はいはい、いるんですよ。で、名古屋ドームにはですね、うん、ドームとゴリラが一緒になったドムラというキャラクターがいるというか、いたんですよ、はいはい。で、当時めちゃくちゃそれのお金をかけてたんですよ。はいはい、もうドーム壁面全部一色ドムラです。ゴミ箱もドムラ、キーホルダードムラ。すごいですね。全部ドムラだったんですね。で、僕その初代ドムラ。あ、初代タイガーマスクみたいな、はい。で、なるほど、まあ、その話で何が伝えたいかというとですね、はい、僕はそこで学んだことは、うん、楽しむ選択理論なんですよね、うん、どっちを選択するかっていう選択肢が人生においていっぱいやってくるわけですよ、はいはいはい、で当時僕はですね、うん、まあ、本当に今でもそうですけど、どちらかというと昇進で、うん、名古屋ドーム、うん、すっごいきらびやかな世界です、うん、野球もそうですし、スポーツもそうですし、うん、アーティストのライブもそうですし、そうですよね、いろんなイベントが華やかで、うん、うわあんなところで働けて毎日そういうところに触れ合えたら、うん、ハッピーやろなと思って、うん、で僕はそんなところで働きたいと思って、うん、書類選考の応募したんですよ、はいはい、一次審査通りました、うん、ラッキー、うん、二次審査面接、うん、面接の時にいよいよ気づいたのが、うん、あれこれ違うなと思ったのが、中じゃなくて外で誘導灯を振る仕事やったんですよ。あ、そうだったんですね。あれ違うなと思ったんですけど、はいはい、あ、違うんで帰りますって言えないんですよ、気がちっちゃいので。で、どうもお願いしますって言ったら採用っていう話になりましたね、はいはい、で僕は採用になって、はいはい、誘導灯を振る仕事だったんです。なるほど。駐車場で。なるほど。で僕はピピーって笛吹きながら、うん、あっちどうぞこっちどうぞってこう笛を振るんですけども、うんうん、つまんなかったんですね、当時の僕は、うんうんうん、その思ってたの違うので、まあ、れあれはあれで立派な仕事なんですよ、なんですけど、いや俺は仲が良かったなと思って振り続けてるんですよ、つまんねえな、嫌だなと思って、寒いし嫌だ、仲はええなってもうずっとそうね、はい、その瞬間ですね、ふっとですね、選択肢がやってくるわけですよ、はいはい、その選択肢が、このままその思いで誘導と振り続けるか、
もうやめるか、なるほど、あとはそのこの瞬間を楽しむか、この3つの選択肢が僕にポンと来たわけですね、はいはい、どれにしようかなと思った時に、やめるっていうちょっと僕の勇気がなかったです。まだ勤めたばっかりですから、お前まだ勤めたばっかりやんけって話になります、はい、でやめれないしなと、でもこのままいやいや誘導と振るのは嫌だなと、そしたら残りの1個ですよ、これを楽しむことしかなかったわけですね、じゃあそれだと思って選択したんです、どうやって楽しもうかな、今与えられてるのは誘導灯と笛しかないんですよ、これで楽しむ方法って何があるかなと思った時に、踊ろうと、で僕はダンスもやったことないですよ、はい、本当に。ですけども、そこで僕は笛を吹いて、誘導灯を振り回して、ビビ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 ビってこうダンスを始めたんですよ。そしたらなダンス。いやいや、これ何しますよ。家でさせようとするんですね。まあまあ、でも誘導もしながらってことです。はい、しっかりやりながら。そうですね、ビビビビってやってたんですよね、そしたらこうどんなだいやだからそれはね、後でやってたこれね、ご想像にまあでも楽しそうな雰囲気がそうです、ダンスしてたんですよ、はいはい、そしたらタクシーの運転手が、はい、面白いなとか、道行く人が面白いなって声かけてくれるんですよ、でそうするとなんかそれがまた嬉しくなっちゃって、どんどんダンスが過激になるんですね、どんなダンスか想像にやっぱり来ると思いますからお任せしますけども、ダンスがどんどん過激なダンス、やっぱ興味がそんなに興味あるのダンスに食いつき半端ないまあでも楽しかったですね、はい、でそうしたらですね、はい、どんどんお客さんが面白いとか、なんか結構名物になって、遠回りしてわざわざ僕が見に来たり、まあ冷やかしに来る人もいるんですよ、はいはい、面白いねとか、はいはい、いるんですけど、その時にですよ、はい、バイト仲間からは急に白い目で見られるわけですよ。あ、何あいつって。なるほど。どんだけ目立ちたいの。あ、なるほど。アホと違う、うんうん、時給も変わらんのにって。って言って、なんかいい気になってんじゃねえよみたいな感じの、明らかにそういう白い目で見られる空気になっちゃったんですよ。はいはい。その時僕もまずいと思うわけですよ。で、その時にまた選択肢がやってくるわけですよ。なるほど。ちょっと待って、ごめんごめん、嫌わんといて、うん、僕が悪かったらもう笛吹くのやめる、ダンスやめるから仲良くしてよ、うん、っていう選択か、うん、いや、関係なくない、うん、お何も悪いことしないよ、うん、なんなら周りの人みんな喜んでくれてんだよ、うん、いややめる必要ないわ、うん、それはそれでも他とけっていう2つの、まあ、選択肢がやってきたわけですね、うん、その時に僕はどっちを取ったかというと、うん、楽しいし、うん、迷惑かけてないし、うん、みんな喜んでくれるし、うん、って言ってそっちを取ったんですよ。なるほど。でそしてこうダンスをこうやってたらですね、うんうん、ある人時知らないおじさんからポンポンと肩叩かれましてね、はいはい、君どむらに入らないかって言ってこう担当直入、ええ、ほんで何ですか、顔がどむらだからって、まあ、いやいや今まだ中に入っちゃう、中に入っちゃう、今どむらで来てないですけど、わかどむらわかんないから正解僕の中でこの杉浦さんの顔かんな思っちゃいますけど、そしたら人だったんだと思って、ね、コーラって聞いたけど、ね、脱いだら杉浦が出てくるみたいな、じゃないどむらじゃないんですよ、ね、で何ですのどむらって言ったら、はいはい、いや実はね、はいはい、ってその名古屋ドームのマスコットキャラクターを作ってね、もう今全部決まったんだけども中に入る人間だけ決まってない、あすごい、で誰がいいかなって考え事をして歩いてたらね、はいはい、君面白いねって、はいはい、ちょっとドームに入らないかって、めちゃくちゃ面白そうです、やらせてくださいって言って、うん、僕そのドームの中に入って、うん、ダンスしてたわけですよ、うん、でそしたらですよ、うん、もう球場の人がわーって盛り上げてたら、うん、当時オリックス対近鉄 の、うん、試合が名古屋ドームでブワーって湧いた時に、はい、イチロー選手がですね、僕がわーってやったら僕の目の前で相撲のポーズをして待ってるわけですよ、はいはい、これ僕と相撲せえってことかななんて空気になりましたね、すっごい大きな着ぐるみなんですけど、はいはい、3メーター級の、でそれでドシン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 ってイチロー選手の方に行ったらですね、はいはい、イチロー選手にガーって掴まれてバーン投げられたんですよ、ほんでものすごい分厚い僕着ぐるみ着てるのに、はいはい、イチロー選手のこう、はい、お尻の硬さとか、うんうん、すごいこう肉体をこう触れることができてですね、すげえ投げ飛ばされるんですね、はいはい、球場がわーっと湧くわけです、はい、でそしたらイチロー選手が、はい、盛り上がったよとかですね、ちょっとなんて言葉かけられたか忘れたけど、こう声かけられて、うわイチロー選手と相撲を取ってね、声かけてもらったってめちゃくちゃすごい、いい思いしたんですよ、でいろんな有名なアーティストとかこう会わせてもらったりするわけですよ、すっごい楽しいわけですよ、うん、そしたらバイト仲間から、はい、今度また新しい声が、うん、なんであいつだけあんなに思いさせてもらったの、うん、あいつだけずるないかってこう言われるんですよね、うんはいはい、でその時にふっとですね、うん、確かにな、俺だっかなんかいい思いさせてもらってるのありがてえな、うん、でもなんで俺こんなに楽しい思いさせてもらってるんだろうと思った時に、うん、俺こっち選択したもんなっ
っていうところなんですよね。なるほど。で、うん、そういうふうに言われるようになったっていうことは、うん、あの時僕は、うん、嫌われることを恐れて、うん、そちらを選択していたら、うん、やっぱりこう楽しいことできなかったわけですよ、うん、まあ、よく言うその嫌われる勇気っていうのが、まあね、うん、本もそうですけども、うん、はいはい、こう選択肢がこういっぱいやってくるときに、うん、どっちを選択するのかっていう、うん、その思考の癖だったりだとか、うん、その習慣を変えるとか、楽しい方を選択するとき、うん、どういうことを心がけたらいいのかとか、なるほど、そういうのをワークをしたり、うんうん、あの考え方をシェアしたり、なるほど、っていうのをですね、うん、ね、まあ、いろんなコンテンツがあるんですけども、うん、なるほど、まずはやっぱ楽しむために、うん、楽しい人生を送るために大切なことは何なのかっていうことですね、うん、なるほど、素晴らしい塾だ、はい、塾の名前は決まってるんですか。ですね、はい、一つその未来ページといってですね、お、おしゃれなんですよ、はい、おしゃれです、塾とはつかないです、未来ページ、こんな見た目で未来ページ塾とはつかないです、ね、はい、未来ページっていうのが、うん、あの、はい、ページっていうのが P-A-G と書いてですね、おー、A-G っていうのは年ですよ ね、どんな年の重ね方っていうかですね、するのか、その P にはですね、はい、3つの P があるんですね、お、一つがパストって言って、まあ、過去です。なるほど。どんな過去、生い立ちを。で、そこに思い込みだとか、囚われとかですね、トラウマとか、まあ、いろいろあるわけですよね。で、そことも向き合うような、パストの P、うん。で、もう一つがプレゼント。うん、いわゆる現在です。うん、今、どんな心の在り方なのかとか、うん、今、どういう選択をすればいいのかっていう、うん、その今の現在の P です。うん、で、パラレルワールドってですね、未来の P です。なるほど、ね、選択肢があるわけですよね。そうなんですよ、未来は選択できるんです。なるほど、はい、素晴らしいですね。その3つのコンテンツを分かりやすく、はいはい、塾でやっていきますので、楽しそうですね、おしゃれですね、最後はダンスを教えてくれる、どうそれはもう、あの卒業はダンス、卒業ダンス、はい、終了ダンス、終了がダンスです、ね、幻のダンス、幻のダンス、ドブラダンス、過激な、そういう見たいだけですよね、ためにやります。みんなでダンスでパレードするんですよね。はい、最高ですね。面白そうですね。面白いですね。楽しい。4つ目の P で。やりましょう。パレード。パレード。パレード。パーティーでもいいよ。パレード。多くなっちゃった。多くなっちゃった。どんどん止まって、P が止まらないです。でも素敵ですね。多分楽しむ方を、常に選択を迫られた時にどっちを選ぶかっていう。そうなんですよ。自分がワクワクする方を。で、かつしかも、杉谷さんのワクワクっていうのは、いい塾だと思うな。周りも喜ぶ楽しむですもんね。そうなんですよ。なんで、楽しむを選択するときに、伴うものがある、はい、その先のように、うん、ちょっと一瞬、やっかみとか、うん、あの、周りからのこう批判の声みたいなのもあるんですよ。うん、でも、それに流されて、うん、楽しむことを選択できないと、うん、ずっとこっちに振り回されてしまうわけですよね。なるほど、外の声じゃなくて内側のワクワク声を大事にするっていう。そうなんですよ。でも結果こっちだから、なんでお前だけそんな楽しい思いしてるんだよっていう声とともに、うん、あの逆に言うと、うん、お前といると楽しい思いをさせてもらえそうだと、うん、そうですね、と言ってこちらにガッと流れてくる人たちもたくさんいるんですよ。そっかそっか、すごいですね。ええ、そうすると結果そっちの方も仲間になってくれたりするんですよね。なるほど、なるほど、何倍にもなるんですね。そうなんです。なるほど、そちらの方を幸せにすることもできるんです。なるほど、みんなハッピーですね。そうなんです、アワハッピーが。なるほど、うん、素敵ですね。ね、それでいろんな自分を深めて、うん、それをね、また文字で書で表現したりもね、教えることも嬉しいです。まさにそうなんですよ。最後ですね、一番最後はその自分の生き方だったりとか、うん、自分のその基軸みたいなのが見つかる、うん、はい、でそれを私その書にして、うん、最後にそれをお送りさせていただく、すごい、はいはい、その僕最初に入った会社で、うん、その研修に来た先生がいて、うん、お坊さんだったんだ。僕お坊さんだった。僕お坊さんだった。笑ってくれた。なんだって。変な話。それ未だに覚えてるのが、その夢を叶える方法だったんですよ。で、夢を叶える方法なんだけど、うん、そのお坊さんが教えてくれた方法って、うん、あの和紙に、はい、墨で願いを書くっていうことだった。和紙に墨で書く。うん、で、なるほど。それがすごくなんていうのかな、うん、そのよくね、夢を書くと叶うって言うけど、うん、その和紙と墨がいいんだっていう。なるほどね、素材も大事なんだ、うん、なるほど。で、うん、なんかね、そういう、うん、まさに確かに、ね、そうですね、最後の書き、ただ書くではなく自分の思いを最後ね、うん、書にしてそれを、うん、
その書を芸術にできるっていうのが杉浦さん教えられるところなんですか。はい、そうなんですよ。どう書くとその自分らしく楽しい字になるかっていう、ね、その確かにね、それ最後書にまとめてね、はい、でそれで歌える 踊れる話がだんだん踊れるアフターパーティーみたいな、ね、ね、卒業パーティーみたいな感じ、ね、面白そうですね。いや本当楽しみです、ね、僕も、うん、はい、素晴らしいですね。楽しみですね。すごくいいですよ、ね、いい塾ですよ、そうですね、いや嬉しいですね、はい、それ絶対いい塾だ、ね、いや絶対もうだから楽しそう、めっちゃ今の話 で、あの奥さんも、はい、それ一回あどこか臨時講師で、ああそうですね、絶対に確かに、うん、もうパートナーシップ学びた人も、パートナーシップの P も入りましたね。ああ、もう多いな。ですね。P がたくさんだ。ああ、そうだ。すごいですね。でも確かに。だってさ、杉浦さんのさ、うん、奥さんすごすぎるもん。ねえ。なんかインタビューを。杉浦さんが霞ぐらいすごい。言ったわけですもん。実際そういう話があったんですか。いや、そうですよ。僕あの、ある別の雑誌の方がですね、はいはい、僕の取材に来てくれたんですよ、はいはい。僕の取材で僕のインタビューで来てですね、はいはい、妻の話をしたら、はい、杉浦さんじゃなくて奥さんの特集に変えようかなって言い出して、ちょっとそれはやめてもらっていいですかっていうぐらいやっぱり素敵な奥さんなんです。それ、奥さんも一日出て、いやですね、書も学ぶ日もあって、まあ、全6回ぐらいでね。楽しみですね。なんか奥さんの、ね、講師の日もあったり、書を学べる日もあったり、でその前にね、ずっと杉浦さんが今まで学んできたことで深めて、まあ、すごいやばいですね、塾になる、うわ、すごい塾ですね、楽しみですね、未来ページ、未来ページ、P-A字ですよ、問題なのはその名前だけでしょ、ね、そうでしょ、かっこいいって言ったら、おしゃれって言ったじゃないですか、おしゃれって言ってあんだけ P に乗っかってたし。おしゃれっぽくした感じ。いいじゃないですか。それはいいじゃないですか。した感じ。それはいいじゃないですか。未来ページいいじゃないですか。なんか、未来のページを開くっていう。そういうことなんですよね。ピーって、さっきの3つの P がね、軸になってくると。そうなんです。パスとプレゼントと。パラレルとですね。パラレルですね。軸ね。軸の話です。本当に、キラーコンテンツをね、盛りだくさんに。すごい軸ですね。すごいですね。本当にいろんな方から学ばせてもらったのを、うん、いよいよ僕もなるほど、誰かにお伝えするっていう喜びを、なるほど、うん、ご自身の体験もまた素晴らしいですもんね。いや、ありがたいです。体験があるから、うん、ありがたいですね。それはあのまだ具体的に始まる時期というのはこれから調整していく。そうなんですよ、これから。わかりました。はい、じゃあ杉浦さんの集大成の、ね、はいはい、軸で、はい、これは、ね、いいね、伝説になるでしょうね。ありがとうございます、はい、人気の塾になりますね。これあの杉浦さん の、はい、あの塾参加した人っていうのは、うん、どんな感想が出るような塾になるんでしょうかね。ああ、そうですね、うん、なんかこう、うん、どちらかというとこう高揚したりとか、うん、元気になるっていうことも、うん、望みとしてあるんですけど、なんかね、楽になったっていう、なんか私無理してたわとか、あ、頑張りすぎてたわとか、あ、でもなんか楽になったわっていうような、なんかそんな言葉をいただけるような、うん、どうしてそこが一番嬉しいんですか、ね、なんか僕自身がそういう生き方をこうしてて息苦しかったんですよね、やっぱり。だどちらかというと昔はずっと僕はそのさっきで言うやっかみの方に流されて生きてきた、嫌われたくない、もともと幼少期の時に僕は友達がいなかったので、なんかその友達が離れていくことに恐れをものすごく抱いてたので、でもそれ以上にやっぱり自分が楽しく生きていく方が結果友達がたくさん来てくれるんですよね。だそういう意味でいくと、なんか生き生きしていただけるような、なるほど、いや楽しみですね、素敵ですね、もう、はい、行きたいぐらいだ、いやいやいや、いや本当にね、この話聞いただけで、ね、もうワクワクしちゃいますね、はい、いや、ありがたいです、ありがとうございます、はい、楽しみですね、ありがとうございます、いや、こちらありがとうございました、4回にわたって、はい、未来ページ、楽しみですね、ぽいやつですね、ぽいやつ、どんな未来が待ってるか、楽しみですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、MC5 さんのエール・マサト、杉浦誠司の、笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました、杉浦さん、ありがとうございました、ありがとうございます。